パリに向かう一本道を猛スピードで走る車が道路脇の木に激突大破した遺体で見つかったのは同情していた世界的作家カミューだった61年前のことである新聞は彼の死をたった一語の見出しで伝えた不条理 主人公が確たるわけもなく殺人を犯す「違法人」アルジェリアの港町で理不尽な厄災に住民が立ち向かう「ペストと」とカミュの作品は不条理の世界を掘り下げた新聞の見出しもそのことを踏まえている一方「現代日本」では小説を抜きに「 不条理極まりない事故が起きた千葉県八幡市で集団下校中の小学生の列にトラックが突っ込み児童5人が死傷した事故のことだ発生は午後3時半ごろなのに運転手の呼気からは基準値を超えるアルコールが検出された逮捕された運転手は 勤務先に帰る途中に飲んだなどと供述しているという東根市出身のプロレスラー本間智明さんは試合の後に事故を知り Twitter に投稿した新聞記事では普段あまり目にしない言葉から心情がほとばしる「飲酒運転ふざけるなよ頼むから亡くなった子たちの命返してくれ」 こんな事故はなくなってほしいバカ野郎